アンフィニ MS-9 は、マツダが展開していた、販売店、ブランドアンフィニで、1991年から1993年に、かけて販売された、E セグメント4ドア高級セダンである。社名のアンフィニ MS-9 は、同社が販売される、販売店、ブランドアンフィニの名称に、英語で、 大いなる思いを意味するメガロスピリッツの頭文字と、車格を示すキュートを組み合わせできた造語で、無限大に広がる喜びを提供するサルーンの意味合いが込められている。1991年10月から販売が開始された。アンフィニエ MS-9 は、当時松田が推し進めていた、販売店舗網の多チャンネル化に伴い、すでに同年5月に販売されていたセンティアをベースに、 フロントグリルやアルミホイールといった主要パーツの一部衣装変更を施したバッジエンジニアリングモデルで同社が展開していた販売店ブランドアンフィニのフラッグシップモデルとして位置付けられていた主要パーツの一部衣装変更のほかセンティアには設定されないブラックフォレストマイカがアンフィニ MS-9 専用色として、ボディカラーに設けられるなど両者との差別化は図られたものの、ボディやエンジンといった基盤メカニズムをすべて共有するためか、両者を事実上の同一モデルとして捉える向きがある。バブル崩壊とマツダの経営悪化に伴い、アンフィニ MS-9 の販売は1993年12月をもって打ち切られ、翌年1月にマイナーチェンジを実施するセンティアに統合され、 翌年6月に販売を終了することとなった。なお、同社の販売が打ち切られた後も、センティアは引き続き2000年まで販売されている。デアゴスティーニジャパン週刊日本の名車第62号12ページより、アンフィニ MS-9、トヨタ自動車株式会社、2020年1月25日閲覧、1991年5月から同年10月までの、 間、旧松田オート店として、センティアを販売していた。画像ホームページ名社館国名、メーカーブランド、一覧アンフィニ1991年アンフィニ MS-930 タイプ4アーカイブド2005年2月8日、アットザウェイバックマシン MS-9 のカタログ。リクルート株式会社。2020年1月25日閲覧。ありがとうございます。